Flashback. みなさんこんにちは、あかりです。そしてですね、そう、今日はダビじゃないんですよ今日はなんとスペシャルゲストが来てくださっています。その方はこちらですまあ知ってる方多いと思うんですけれどもね、まあ日本の、まあ、有名なボクシング生たちの、まあ、トップ10に入るくらいですああ、そうなんや確かにいや、全然確かじゃないですまあ私たちの中ではね、佐々木拓也と言います。大阪の堺市でエレベートチャーチという教会の牧師してます。よろしくお願いします。そして今日も、スタッフがスタッフじゃないかお客さんとスタッフがいっぱいいます。めっちゃ多いよ、いつもよこの動画は、まあ、大体、まあ、ユースのためにみたいな感じなのでね、今日は拓也先生に、まあ、ちょっといろいろ質問をして、じゃあ早速いきたいと思います。じゃあ年齢をお願いします。37歳です。あ、やっぱりやっぱり思ったすごいねメッセージ中には友達37歳ぐらいそうです、私37歳です、身長は何センチですか。一応180って言ってるけど 179.3 から5ぐらいちゃうかなと思います。178って思いました。あ、まあそういう時もあるまあなんかドンとなんか急に深くなるんですけど、いいですか。全然いい全然いいですよちなみに話すのは初めてです。そうやねそうやね、見たことはあるっていう、あったことはあるんですけど、はい、僕は動画で見てますよ、うん、ありがとうございます。まあ男ですよねそう確信しています。で、まあまあ見ているユースもたくさんいると思うので、まあ、男として答えてもらえれば嬉しいんですけれども、はい、男性として、そしてまあ旦那さん、家の頭として意識していることとか、まあ、そしてモアちゃん、あ、モアちゃんもいいですか。いいですよ、モアちゃん。モアちゃんの旦那さんとして意識していること、意識しているところ、わあ、すごい深くなったねまあそういう徐々にじゃないんやな聖書通りに夫の役割を果たすことは大事だなと思ってて、まあ養い育てなさいっていうところにおいて、夫がやっぱりこう ちゃんと決断したり、することは大事なんじゃないかなと思ってます。で、あの今主張してる、まあ、若い男たちに何か成長してちゃんとした男になるため、はいはい、そしてまあ将来結婚して旦那さんになるその男たちのためにおすすめするものことはありますか。まずは自分のアイデンティティしっかりと握っとかないと、多分結婚してしても家庭崩壊するんじゃないかなと思うんで自分をよくしてくださいと。で、主にある男とは何かを知ってください。確かに今後結婚する人たち、若者のために今しておいた方がいいこととか、まあ、その結婚に向いてとか、まあ、付き合いにおいての準備の何かおすすめなことありますか。一人で生きることできないから結婚して何とか助けてもらうっていうようじゃ結婚生活うまくいかないと思うんで、やっぱりいい意味で自立していく、訓練していくっていうことは大事なんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、確かに。あの奥さんのモアちゃんとの出会いと、その付き合いと結婚のことについてちょっと知りたいんですけど、どういう感じでしたか。知ったのは23かな4かな。あ、じゃあ開拓した後からなんですか。あと、開拓して3年後ぐらいに結婚してるかな。うん、まあ大阪である集会があって、まあそこに、まあ、僕が明かしするためにこうお話しさせてもらって、その集会に彼女来てた、北海道から来てたっていうことで、北海道の人なんで、うんうん、まあ共通の知り合いはいたけども、まああることを通して、まあちょっとつながって連絡、まあメールを取るっていうことから、まあスタートして、で
まあ妻の方から結婚考えてますっていうような、考えていただけませんかみたいな、うーんうわっと思って、会ったことないとか言われたからうわーってなるわけで、どんな人やろこの人みたいな、うわ変な人やったらどうしようと思ってまあ妻は妻で主に導かれてそういう話したん、知ってきたんですけど、主に導かれて結婚を考え、私と考えてくださいって言う人って絶対怪しいやんどうしようと思って、これ断らなあかんと思ってちょっと断って、断ったことに断られてノーに対してそれはノーですみたいなまあ僕はあの霊的な父親メンターがいて、もう相談して、で妻も、牧者に相談して、まあ、まず導かれてると思うんだったら会ってみたらということで、まあ、牧師の許可のもと初めて会って4回ぐらい会って結婚決まったかな。もう5回目ぐらいには婚約式やったんじゃないかな、結婚までに10回会ったかな。変なお付き合いしながら牧師ってできひんから、もう決めなっていうところもやっぱまあけど、お付き合いそんなに重要ではないと思ってるんで僕はね、まあ、どうせ結婚してからの方が大事なんで、まあ、この人だと思えるんだったら結婚するべきだなと思ってたんで、まあ、祈ってで結婚してるんで、皆さんの参考には何にもならないと思います絶対真似しないでください絶対間違えることの方が多いと思うんでちゃんと牧師が間に入ってもらわないとやっぱ難しいなと思いますし、まあ、僕らの場合入ってくれたんで、まあそれは良かったなとは思ってますっていうのを今ギャラリーの中で娘たちがいる中で話すっていう、ね、緊張感たっぷりな何のこと話してんのっていう年齢の子もいるけども、そうですね、もういや妻からの話聞いた方がいいかもしれへんね。そうですね、またインタビューしてみましょう、はい、じゃあ次は妹のことなんですけど、僕のはい、はい、あ、名前なんでしたっけ、つぐみ、ああ意味ない結婚した時は妹はもう進学校に行く時だったかな、大学生の年齢だと、7歳離れてて、で7歳離れてるんで喧嘩とか別にしないかなっていう感じで、全然仲も悪くはないし、まあどちらかというといい方なんじゃないかなと、うん、どういう感じのお兄ちゃんでした？僕、立派なお兄ちゃんっていうのは冗談で、妹の方が気は強いけども、うん、7歳離れてるからそんなに気にしてなかったんじゃないかな。けど僕が、高校卒業してからすぐに、進学校行ったんで、妹の中学時代は全く知らない。小学校の時と高校の時にはもうすでに妹からしたらもう牧師になってたんで、また見え方が違うかもしれない。学生の頃喧嘩してても絶対大人になったら、いや兄弟よってよかったなと思うと思う。今は僕はそれぞれ家庭があるので、まあけどいい関係でいれるっていうのはやっぱいいなと思いますし、皆さんも仲良くしてください仲いい方がいいですよ、うん、ちなみに上二人でご飯食べに行ったりします？全然僕は妹と二人でご飯食べに行った全然してたんで、ぜひしてくださいお金得たらおごるよって言って、何食べたい、焼肉行きたい、寿司食いたい、行こう、払うからってやってみたら、そうかな、そういうの多分ないかもしれない。ないクリスチャンの燃えてるユースたちが憧れみたいな進学校が CFA ないじゃないですか。友達の中でも結構めっちゃ行きたいとかいるんですけど、どうでしたかアメリカ。僕CFNI 自体も知らなかったから、英語むちゃくちゃ苦手で、担任の先生が高校の留学やめとけっていうような英語レベルでむちゃくちゃできたな、今回の点数良かったなと思っても、もう本当にできないぐらいの点数しか取れなくて、今でも英語は苦手。アメリカでも僕日本語で喋ってたから、ね、こんな感じで、まあそういう性格だったんで、まあなんかそれも良かったかなと思うんですけど、学校自体
はもう僕そこしか知らないんで、他よりいい、他のとこよりいいよとは言えずに、けど僕が卒業したんも15年以上前なんで、今の CFNI がどうかとかは全然わかんないんで、楽しいこともありつつ、訓練の場所でもありつつ、葛藤もありつつなんで、良かったこともなんか苦い経験もしたかなっていう感じですね。まあけど行きたいと思うなら行かれたらいいんじゃないかなと思う。まあ、僕が行った時は CFNI 卒業してる日本人の人って、まあ、日本に帰ってきて CFNI 卒業生ですっていう人は会ったことあるって感じぐらいで、いいか悪いか分かんないし、会うか会わへんかね、その人次第なんで、まあ、僕は良かった。検診した時、検診っていうかあの、開拓とか始めた時にすごく若かったじゃないですか。で、まあ、その若いその人としてどういう感じでした？まあ22歳になってすぐ開拓はしたんですけど、もう知らないことの方が多くて、どっちかというと福音派の方で育ってるの で僕は長教派の集会、いろんなこういろんな人が集まる集会に参加したことほとんどない人で、まあいい意味ではないと思うんですけれども、有名な先生って全く知らないような人で、違う教会にも行くこともあんまなかったんで、何にも知らない中で始めたので、良かったっていう部分もあるけども、ほとんど失敗ばっかり、いろんなこと失敗して、こういうことをしてきましたよって言えるのはほんと一部で、ほとんどが失敗して挫折してっていうのは多いんじゃないかなと思うんで、若いからいいっていうわけではないんじゃないかな、若くに開拓することがいいですよとは言いにくいかなと思いますね。まあけど僕はそれで主の導きだったんで良かったなと思ってますけど、いっぱい失敗できたんで良かったですそしたら、まあ、いよいよ最後になるんですけれども、まあ、この時代の、まあ、日本のクリスチャンのユースたちに必要だと思うことは何ですか？僕はもう開拓当初からもう全くその高校生、大学生、まあ20代に対してもう絶対これだっていうの変わってないんですけど、もうそれはもう完全に清さが武器だと思いますよ。若い人たちの特徴であるべきだと思うし、自分の体を守ってもらいたいし、清い生きた供え物として主に自分自身を捧げてもらいたいなと思うんで、本当に御言葉が言う清い生き方をしてほしいと願ってます。最後にな、清さでちょっと聞いてる人に、具体的にどうしたらいいとか、何を、じゃあ3つお願いします。3つ、ちょっと待ってください、3つね。まあ、絶対第1番目は御言葉 を何よりも愛するっていう生き方で、御言葉の時間を自分で持つで、御言葉通りに生きようとするで、御言葉が基準であるっていうことを自分自身徹底的に訓練していくことが一番初めに大切で、二つ目は清さというと、まあ、若い人たちはやっぱ結婚するまでやっぱ自分の体を清く保つっていうこと、まあ、もちろん失敗するしたら過去にそういう経験があるっていう人もいるかもしれないけども、まあ、本当に神様が許しとまた清さをもう一度与えてくださるので、同じ間違いをしないっていうこと、これがやっぱ若い人たちにとって難しいことなんじゃないかなと思うんですけども、結婚が祝福されたいと願うならば、まず清い生き方を独身の時にするっていうことはすごく大事なことなんじゃないかなと思います。で、第3番目は、罪から離れる。で、違う言い方するならば、聖書も書いてるけども、友達を選ぶってこと、罪に走っていくような友達は考えた方がいい。それを犠牲にしてまで付き合う必要が僕はないんじゃないかなと思います。もちろん伝道すること、主のことを伝えること本当に大事なんですけど、まず自分守ることの方が大事なので、よく考えた方がいいっていうことが大切になってくる。だから特に自分が所属している教会の同世代の人たちに仕えていく、一緒にいる、励まし合うっていうのは大事なんじゃないかなと思いますね。素晴らしいです。ありがとうございます。皆
さん、ちょっと戻ってピピピって戻ってまた聞き返してくださいちゃんと耳に入るようにそう、それかダビがスローでそこを聞いてしまう気をさお会いしましょうつったらみんなよく聞こえる最後に、見てる皆さんに何か一言お願いします。そうですね、本当にこう10代、20代って特に、まあ、本当に未来も明るいと思うし、やり直しもできるし、失敗もたくさんできるんで、まあ、失敗したらいいと思うんですけども、大胆に、主のために大胆になるということは大事で、まあ、今の世の中、なんか失敗することが悪いかのように、ダメかのように考えてる人多いんですけど、主のために大胆にいろんなことをしてもらったら、本当に主のために使えてくださったなと思いますので、はい、動画見てる人、祝福がありますように祈ります。ありがとうございます。ありがとうございます。インスタやってますか？はい、じゃあぜひフォローしてください塚先生の本もですね、あ、どこで買えますか？ストアがあって、エレベートチャーチのホームページに行けばストアがあるんで、そこで本と CD が売ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひあちらで購入お願いしますはい、という感じで、ぜひよければ LIKE ボタンを押してください。そしてチャンネル登録もしてください。YouTube チャンネル持ってますか？僕個人は持ってないけど、エレベートチャーチのYouTube チャンネルもあるんで、じゃあエレベートチャージのチャンネルにぜひ登録してください。下に全部ありますので、あ、こちらにもありますぜひまた次の動画も見てください。バイバーイ すごいね、こうやって作ってんのね。